人はつながるために生きている。愛、時間、死。この世界でこの3つから逃れられる者はいない。愛が欲しい。時間が欲しい。死が怖い。あなた、子供を亡くしたの？前はあんなに人生を楽しんでいたのに、今は投げやり。友達だから力になりたいのに心を閉ざしてる。寂しいよ。手紙を書いてる。誰に？宛先は人じゃなくて、時間、愛、死。子供がサンタに書くようなものだろう。彼にとって癒しなのよ。誰宛てに手紙を？死に宛てて書いた。よろしく。私は死よ。感激でしょ。いや、私に手紙を書いて返事が来るなんてラッキーよ。いるもんか。俺は時間、贈り物を無駄にするなよ。信じてもらえないだろうけど、僕の前に現れたんだ。私は愛。私を否定しないで。娘がいた頃は否定なんてしなかった。裏切ったのは君だ。この世界が続く限り私も必ずいるの。それが分かったらやり直せる。彼は今必死で答えを探してる。アカデミー賞俳優が贈る、ウィル・スミス、エドワード・ノートン、キーラ・ナイトレー、マイケル・ペーニャ、ナオミ・ハリス、ジェイコブ・ラティモア、ケイト・ウィンスレット、ヘレン・ミレン。あなたの人生はこんなにも愛に満ちている。気づいて、人生がこんなにも素晴らしいものだということに。素晴らしきかな人生。